はい、皆さんこんにちは、ツータイムです。さあ今回は、前回に続いて真夏の本気のケヅメリクガメたちです。さあ前回はね、底なしの食欲をご紹介したんですけども、その食欲せっかくなので利用して草刈りをしてもらおうかなと思います。よくね、ヤギの草刈り隊っていうのは、もうビジネスでもやってる方いるんですけども、このケヅメたちの食欲っていうのも草刈りやってくれるんじゃないかなというふうに思いますので、今回は、柵をちゃんと作って、その柵の中の、草をケヅメたちに食べてもらおうかなというふうに思います。まあ、ケヅメたちにとっても、生きてる草っていうのはとても大好きなので、ケヅメたちにとってもいい環境になるかなと思います。そしていつも私はこのように草刈り機でね、芝や草を刈っているんですけども、ね、この役目を今回はケヅメたちにやってもらおうかなと思います。では行ってみましょうか。ではまずは柵から作ってみたいと思います。はい、早速カメたちの草刈り場の柵が完成しました。ではこちらの方に、ケヅメ軍団を連れてきたいと思っております。さあ今回はね、応援に、コールダックのピースケもね来てくれました。今日暑いね、一緒にねいつも、飼育作業中ね、お手伝いしてくれるコールダックのピーちゃんです。あ、ちょっと今日暑いね、日陰に今からピーちゃんをね連れて行こうと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今回はこちらの8頭で、ね、草刈り隊をしてもらおうと思います。早速ね、もう美味しそうにこの生きた草食べてますね。はい、今回はね、一番大きなケヅメリクガメは私の体力が持たないので、こちらのね中ぐらいサイズのケヅメたちに頑張ってもらおうと思います。ただこのケヅメたちでもすごい破壊力ね、草刈りの力あると思いますんで、こちらでね丸1日置いてみましょうかね。このね、割と草が生えているね、ボーボーになっているこの部分ね、覚えておいてくださいね。こちらが明日にはどのような姿になっているか、ぜひお楽しみに。時間が経過しました。いかがでしょうか。食べ続けていたのでだいぶすっきりしてきましたね。はい、足元はねもうちょっと土が見えかかってるぐらい食べ続けていたので、今はねケヅメたちも一旦休憩中のようです。まあ、まだ2時間ですので、明日、ね、丸1日置いた時はどのようになるか楽しみにしていてください。ではちょっと休憩も兼ねて、草にね、水を含ませてね、またケヅメたち、美味しい草になるように水分を補給しようと思います。はい、今日もね、もう今こちらは日陰になっているので涼しいですが、30度を超す気温ですので、ケヅメたちにも少し水をかけてあげようと思います。はい、水分たっぷりのねこちらの草を引き続き食べてください。頑張れ。はい、それでは丸1日が経過しました。どのようになっているか見てみましょう。では行きます。チャカ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 、じゃん。このようにねすっごく綺麗に芝が刈られています。というかね、1日で、これぐらい綺麗になるんですね。そして若干ねもう土が丸見えになっているところもたくさんあってですね、ちょっとやりすぎ感がありますね。これもう3日置いたら砂漠になってしまうんじゃないかなというようなね、レベルですね。でケヅメたちももう美味しい草がなくなって、もう食べるとこがないよといった状態に
なっていますので、もう一日置いたらね、もっと多分草がなくなると思うんですが、ケヅメたちのためにもうこの辺でやめておこうかなというふうに思います。ね、頑張って草刈りをしてくれたので、ご褒美にじゃあ採れたてのトマトをねあげようと思います。ではどうぞ。優勝ご褒美ですよ。はい、どうでしょうか。はい、一斉にケヅメたちが反応し始めましたね。頑張って草刈りをしてくれましたので、ね、もうほとんど美味しそうな柔らかい草はなくなってしまいました。ちょっとね、昨日撮った画像と比較してみましょうか。じゃん、これぐらいね、青々としていた草むらだったんですけども、すっかりね、もう刈られてしまいました。そしてケヅメたちね、顔を伸ばしてこの柵の外のね美味しそうな草も、食べてしまっていましたので、この柵の外側も結構ね、食べられていますね。こんな綺麗になったんですよ。はい、もう長い草はほとんどないですね。はい、ではトマトを食べている様子ちょっと撮ってみましょうか。さあ、それではいかがだったでしょうか。今回はケヅメたちに草刈り隊員になって頑張っていただきました。注意点としましては、こちらのケヅメの食べてもらう草に、有毒な、草が混じってないかということをしっかりチェックして、もしやる場合は行ってください。またこの柵をそのまま移動していけば、広範囲で草刈りができると思います。ただ今回やってみて良かった点はね、私が草刈りをしなくてもすごく、刈りすぎというぐらい、ね、土がむき出しになるぐらいまで刈っていただいたことは良かったなと思うんですが、まあ、柵の設置とこの大きなケヅメたちをこちらに、運んでくるということが、すごい労力だったので、まあ、企画としてはとても面白いと思うんですが、現実の身としてはね、草刈りをした方が早いなっていうのはありました。ただね、これもっともっと柵を広範囲に広げて、一気に広い範囲を夏場に草を刈るという点では、このケヅメたちの力を借りてもとっても面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では引き続きズータイムチャンネルでお楽しみください。